い、寝坊した、なんで起こしてくれんかったん、何回も起こしたでしょ、もう起きひんかったからあんたがもうお母さん、あんたがもうちゃんと朝ごはん食べな心配やから、もうコーンフレークに牛乳注いで待ってたのに。コーンフレークひたひたや半熟卵が美味しくできたよよかったね。買い物から帰ってきたら袋を落として、とろけるプリンが飛び散るプリンになりましたかわいそすぎる。イネがプリン買ってあげような、かわいそうに。イネは何か国家資格持ってる。私はね、スイカ持ってるよ。そうなんや、すごいね、スイカ持ってんの、すごいね、よかったね。トコちゃん、おはようございます。昨日ドラえもんの映画見た楽しかった、よかったね幸せそうで何よりです。この場から離れたくないけど仕事に行ってきます。いってらっしゃい。今のはちょっとくしゃみっぽくやってみましたねおはよう、犬、今日入学式だ、いってらっしゃい。目玉焼き上手に焼けたの、あ、目玉焼き上手に焼けたの、よかったね夜勤前だが聞き入って寝れぬ、寝なさい、何時やと思ってるの、カレー冷めちゃった、やっためなさい。ウノ、ウノだって、ウノ言ってないだの、言っただの、なんかそれの時は1枚取るだの、いや3枚だね、いや5枚だねみたいなことになるわがまま言わない、やだいいや、やらないね、うん、無理言ってごめんねまあいいよ、いいけどね、まあそういう、まあなんかな、まあいいけどね、別にね。ここにいる人たちはみんなニート？違います、ちょっとお仕事お休み期間の人もいますけど、でも夜勤明けの人とか、なんかいっぱい今からお仕事行く人なんてこと言うんやん何がおもろいって、みんなそれなりに普段狂ったこと言うてんのに、いきなり刺されると急に傷ついてるあたり、ちょっと人間やなって思うよな。あ、みんな人間なんやなって、繊細なんだぞ、そうだぞ、みんな繊細なんだぞ。犬、あの時私のこと幸せにしてくれるって言ったじゃない。記憶にないな何の話だろうな。見て、花壇で咲いてるスズランが可愛い心の綺麗な子なんでしょう。今来たばっかだとしてもだとしても、お仕事行ってきます、行ってらっしゃい。今日給料日あげるじゃない仕送りか。私は貴様たちの母上か何かか。営業スマイルください。え、いつもしてる、あ、違う違う、いつものは営業スマイルじゃない皆さんお気に入り。毎朝恒例、会社爆発してくんねえからの時間。そんなこと言ったらかわいそうでしょ。会社は毎日毎日喜んでるんですよ、あなたが来ること。今日も弊社に社畜がいっぱい、嬉しいなっつってね。ビールは喜んでるんですよ。弊社絶対そんな可愛くないもん。弊社、みんなの弊社可愛いよ。御社可愛いって。きっと知らんけど。やだやだ、もっと聞きたい。わがまま言わないの。行くよ。あ、ゴミ出し忘れてた。もうだから言ったのにゴミ出ししんな、なんなんなんよ言うて。リスナーにも可愛いって言って。可愛い可愛い、そんなの真実の可愛いじゃない。なにめんどくさいね、どうしたのリスナーめんどくさいね、どうしちゃったのリスナーめんどくさいね、もう本当にもう困るんやから、まったくもゾノハンが寝相悪かったらちょっと可愛いなって思うよ。ゾノハンあたり、おやおやって思いながらお布団直してあげたいみたいな、そういう気持ち。なんか寝相が悪くなさそうな子がちょっと寝相悪いと、おやおやって思いながらすって直してあげたくなる。回線落ちなければ耐久、いや普通に嫌になったら終わる。嫌になったらは語弊があるな。嫌にさせてごめんね
いや眠なるやんか。どこ直せばいい？言ってくれたら直すよ。びっくりした。おおおいこもよちょちょちょ。配信したまま寝ていいよ。いや寝られへんがな。今家族で見てる。ご家族の皆さん。おはようさん、犬いとこです。よろしゅー。一人で見てる。よっちよっち。多分大抵のやつは一人で見てるから心配せんのせん。花粉症で死にそう。犬助けて。あ、花粉症で死にそうなの大変だね。犬フレンチトースト焦がしめた。フレンチトースト焦がしちゃったの大変だね。ウニに醤油かけたらウニの味する。ほんまそうなんや。知らんかった。今度試してみようかな。え、タコちゃん朝配信初めて見た。嬉しい。嬉しい。よかったね。よかったね。嬉しいの。あ、そう。ごめん、ムカついた。ごめん。新社会人たちをよく見ておけ。これが大人の力だ。あ、やだ、見ちゃいけません。こら、みんな見ちゃいけません。ママあれ何。こら見ちゃいけません。っていうかさ、皆さんさ、私あのナンパとかは別にされないんですけど、あの時折ね、その日本の都会の方に行くとキャッチっちゅうもんがおるじゃないですか。でずっと無視してたんやけど、ものすごい喋りかけてくるもんやから、なんか我慢できひんくなってきちゃって。私でなんか行かないですとかじゃなくて、どうしようどうしようって思って爆発した結果、私は嫌って言ったの。嫌って言って立ち去っていったんやけど、あれはどう正しく対処するものなの。結局やっぱでも無視なんかな。未成年なんでっていう。いや私未成年なんでは無理があるやろ。200超えてんねんで。ババアなのでって言ってなんやねん。なんやねんそれ。向こうにとってはデメリット一個もないやろ。そのババアやん。ババアなんでって言ったところで、あ、じゃあババアなら飲めますねって言われたら終わるやん。ダメやんそんなん。全然意味ないやん。もう私が傷ついて終わるやん。僕ババア好きなんですよ。ボコボコにするぞ。もういい。スパチャーム。よそ行きボイスは販売して。よそ行きボイス、いや、よそ行きボイスって何。あ、お世話になってますみたいなやつ。いらんやろ。電話口のお母さん。あ、もしもし、いないです。あ、なんか悲しくなってきた。急にうつモード入らない。なんか今日情緒不安定みたいになってんの。